菅首相が突然総裁選辞退を表明しましたね。自民党の役員人事で麻生太郎大臣と接触をして、そこから喧嘩になったようです。麻生派閥の河野太郎さんを要職に起用すると話したところ、お前と一緒に河野の将来も沈めるわけにはいかないと言われたようです。さらに安倍晋三元首相にも党人事の協力を求めていたようですが、断られたようです。やはり菅首相の支持率下落と、選挙でも自民党候補が負け続けて、このまま菅首相では戦えないという声が大きかったのでしょう。総裁選の立候補を表明していた岸田文雄さんが二階切りを打ち出して、そこで菅首相が二階さんを辞任させると表明して、他にも選挙に勝てそうな人事にしようとしていたんでしょうね。ただそんなことをしても保身のためというのがバレバレで、叩かれる材料にしかならないのでしょう。現在総裁選に出馬の表明や意欲を示しているのが岸田文雄議員と高市早苗議員と河野太郎議員と野田聖子議員も意欲を示していますね。あと石破茂議員は20人の推薦人が集まれば出馬するでしょう。この中で菅首相が辞任を発表した時点では、岸田文雄さんが一歩リードだったでしょう。ただ TBS の番組で岸田文雄さんが森友学園の問題について国民が求めているならさらなる説明をという発言をしていたので、麻生派閥からの票は消えたでしょう。まあ河野太郎さんが出馬をすれば麻生派閥の票が獲得できるのではと思いますが、ただ麻生派閥内の世代交代が一挙に進んでしまいます。麻生太郎さんも昨年の総裁選で河野太郎さんの出馬には反対していたようです。だから今回も出馬をさせたくなかったのでしょう。麻生太郎さんの中では岸田文雄さんがなった方が操りやすいというのはあったでしょうが、今回の TBS での発言もあるし、河野太郎さんに行くしかないのかというところですかね。地方議員も河野太郎さんなら選挙で勝てるという思いがあるでしょう。それともう一人地方票を獲得できそうなのが高市早苗さんではないでしょうか。安倍前首相は岸田文雄さんを支持するのかと思っていましたが、ここに来て高市早苗議員を支持表明しましたね。推薦人を確保できるかどうかと言われていましたが、安倍前首相が支持したということで一気に流れが変わるかもしれないです。実は高市早苗議員は安倍前首相とも何度も話し合っていたようです。虎ノ門にも出演してその話もしていましたね。やっぱり若手や中堅の議員の方々は相当危機感を持っておられて、はい、だからその高市先生が手を挙げてくれたっていうことはもう本当に自分たちも勇気づけられるということを言ってる方々もいますよね。それともう一つはその安倍総理とまあお二人で勉強会と、高市さんも確か総務大臣としては在位期間一番長いんですよ、ね、そうですね、もう政治の裏も表も散々経験されたお二人が改めてもう一回裏は苦手なんですけど安倍内閣で達成できなかったのは物価安定目標 2% 達成、はい、その 2% 達成っていうのが積み残しやったんで、うん、まあそれだったらこれまであんまり官邸周りにいてはらへんかったような役、うん、学者の方とかの経済人の方ですね、はい、現場がよくわかる方をご一緒していただいて、それで安倍総理と一緒にずっと勉強会をかなり密にもう毎週毎週とか下手したら週に2回とか、まあ、そういうのを重ねてきて、もしもう一回、安倍総理が登板されるんであれば、ニューアベノミクスっていうことでさらに強力な、政策を打ち出したいなと思って作ってきました、安倍さんにもう一回とお願いしたけどダメだったんで、はい、今高井さんが自らじゃあ出てやらないかと。なるほど、出馬の裏にはそんなことがあったんですね。安倍前首相が支持したってことは最大派閥の細田派からの票が獲得できるのではないでしょうか。地方票も女性からの支持が得られそうだし、高市早苗議員にとっては心強い味方ができましたね。ちなみに NHK が珍しく虎ノ門ニュースを取り上げていましたね。高市早苗さんが出演していて番組内での発言を紹介する中で虎ノ門ニュースの名前も挙げていました。これまで NHK は民放でも番組名を取り上げることはありませんでしたが、インターネット番組の名前を取り上げたということでおそらく初めてでしょう。何か方針転換でもあったのでしょうか。まあでも衆議院選挙で圧勝したいならば河野太郎さんか高市早苗さんでしょうね。ちなみに立憲民主党の枝野幸男さんは、菅総理は無責任でこうした状況を作り上げた、自民党に政権を運営する資格がないと批判をしたようです。総理を辞任するといえば無責任といい、続けるといえば辞めろという野党は本当にバカですよね。どちらにしても叩くんですね。任期満了しているんだから無責任でも何でもないんですけどね。野党としては菅総理のうちに選挙をしてほしかったのでしょう。立憲民主党内からは岸田文雄さんが総理になったら強い風が吹くことはないし、短命政権で終わるだろうと言われているようです。まあコロナでいろいろ批判してるけども、この時期に誰が総理大臣をやってもこうなっていたでしょうね。ただコロナで協力金をもらい続けてお店をやるよりも儲かるから閉めてるっていうお店もたくさんあるんですけどね。いつまでも協力金を当てるんするんじゃなくて、コロナに合わせて事業形態を変えるなり自分の力でやり直していかなければいけないんですけどね。ただ協力金すらもらえないところをどうにかしてあげてほしいですが、その辺の調整は難しいのでしょう。まあ一つ言えるのは、一番無責任なのは
政権を取る気がない立憲民主党や共産党などの野党でしょうね。ちなみに野党は岸田さんが総理になったら戦いやすいからなのか、テレビでは岸田さんばかり扱っていますね。野党にとってはそれ以外の候補が戦いにくいのでしょう。まあ岸田さんは安倍さんからの支持も得られなかったし、麻生さんも絶望だから今回も無理でしょう。菅首相は河野太郎さんを支持しているということで、総裁選では地方票も期待できるからどうなりますかね。まあ河野太郎さんが首相になって一つ不安なのが女性身当てとかそういった問題ですよね。女性天皇容認みたいだし、そこが問題ですね。高市早苗さんはあまりそういった話を聞いたことがないですが、虎ノ門で武田恒也さんが高市議員に質問していましたね。この2人のご結婚がですね、その今ちょうど目下皇位の安定的継承を確保するための有識者会議が進んでますけども、はい、この議論に影響を与える可能性はあるとか。それはないと思いますね。まあもうこれは私 の個人的な考え方ですけれども、やはり2000年以上にわたって男系男子と、うんいうことで、まあ、女性 の天皇もお八方いらっしゃいましたけれども、それでも全て男系、まあ、父方がこの天皇の血統につながると、まあ、これを本当に工夫しながらもうずっと永遠と続けてこられたこの男系 の血統、まあ、これがやはり皇統と言われるものだと思うんです。でそれがもういろんな工夫をしながら、まあ、慶太天皇の前は200年ぐらい共通のご先祖様との子の接点というのがよく空いていると言われますが、まあ、それでもずっと男系の血統を守り続けてこられたということも、日本国におけるこの天皇陛下のやはり権威、であったり、まあ、それから、まあ、私たちが本当に尊敬を申し上げている、まあ、そういったことの一つの根拠であり源だと思うんです、ですからやはり男系ということには私はこだわりたい、うん、なるほど。高市早苗さんも男系男子という考えなんですね。女性だから女系天皇容認だったらちょっと怖かったけども、皇室問題に関しては高市早苗議員が支持を得られそうですね。ちなみに立憲民主党の辻元清美議員はテレビで、私は国民有権者を信じたい、安倍菅政権でコロナ対応をしてきたけども、その総括をきちんと国民に信を問うと、顔を変えただけでコロナ対策をご破産にしてパート投票するようでは有権者も問われる、その分に野党もしっかりせなあかんとコメントをしていました。相変わらず上から目線ですね。時間が余ればコロナの政党に言われたくないですね。党名だけ変える政党に言われたくないです。少なくとも他国の人に心配はされたくないです。さらにツイッターで動画を投稿して、菅総理が辞任を発表しましたと発言をしていましたが、辞任ではなく辞退なんですが、そんなことも知らないようです。日本語に変換した時に辞退が辞任と誤訳されたのでしょうか。まあ相手が菅さんではなくなってかなりビビってるんですかね。ちなみにお隣の国は高市早苗さんにはなってもらいたくないようです。高市早苗議員は総理大臣になっても靖国参拝は継続すると答えています。高市早苗さんが総理大臣になったら外交がどうなるかも見ものですが、総務大臣をやっていたということで、誰を総務大臣に任命するかも見ものですね。武田大臣はもう NHK の犬になっていますからね。高市早苗議員は総務大臣の頃に電波の停止がないとは断言できないという発言もしていますからね。メディアとしたら高市早苗さんにはなってもらいたくないでしょう。高市早苗議員は日本の研究機関に中国人研究者が入り、日本の研究費で研究後に中国軍事関係大学で働き、中国に技術がダダ漏れしているとも指摘をしていたし、親中派議員からの票は獲得できないでしょう。そういう意味では二階派閥は誰に投票しますかね。岸田文雄さんなら操りやすいだろうけども、選挙を考えると岸田さんではなくて河野太郎さんかなといった感じですかね。メディアの報道では麻生派閥は麻生太郎さんが河野太郎さんを支持をしなくても自主投票で河野太郎さんを支持するだろうと言われていました。地方票も石破茂さんと考えていた人も河野太郎さんが出馬するなら河野太郎さんに投票するという議員が多いようです。今回は衆議院選挙を直後に控えているということで、誰が総理に選ばれたら選挙で戦いやすいかということしか考えていないから、岸田さんは聞いたでしょう。高市早苗議員か河野太郎議員の一騎打ちになるのではないでしょうか。安倍晋三前首相はかなり動かせる票を持っているということで、もしかすると高市早苗さんが総理大臣という可能性も出てきましたが、皆さんは誰が総理大臣になると思いますか。皆さんはどう感じましたか。このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。